はい、パイテオチャンネルママです。今回紹介する商品はこちら、株式会社シンプラスさんの新シェードです。これからの季節、アウトドアライフに必須になるアイテム、それがサンシェード、新シェードですよね。中身を紹介していきます。従来のサンシェードからは想像もできないシンプルでスタイリッシュなデザイン。あとはこちらの留め具と付属でドライバーまで入ってます。これはありがたいですね。これがあるとないとじゃ全然違います。助かりますね。じゃあ早速実際に取り付けてみたいと思います。この部分に付属で付いていたドライバーでネジを締めて取り付けていきます。この2つの部品をこの溝の部分に入れ込みます。もう片方も同じように。これで完了です。めっちゃ簡単でした。Pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No little by little here. Cause I give my all. Oh, no little by little, I pour out my jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No little by little. 実際に使ってみた感想はかなり良かったです。まず従来のサンシェードと比べて取り付け時間が約10分の1に短縮できる。常時取り付け型なので設置と片付けの手間が一切ない。従来のサンシェードだったら忘れたりすることがあるしなくしたりすることもあるけど、この新シェードならその心配がなくなる。従来のサンシェードと違ってアルミ素材を生かした加工でデザインがシンプルでかっこいい。しかも機能性を両立している。使い捨てではなく固定式のため剛性感が増し、繰り返し使用しても最初の使用感を損なわずに使用が可能です。しかもフロントガラスの
面積の広い車はダッシュボードが広く、サンシェードの設置に手間がかかることが多いけど、新シェードは下に引くだけで簡単に前面を隠すことができる。これからの季節にめちゃくちゃ活躍するマストなアイテムだと思います。これはもうギアです。私たちキャンパーにとってはもうギアですよね。気になった方は概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。ハイテオチャンネルママでした。まったねーバイバーイ。